今日も全力ぶっちぎり、リオとメダル集会の鬼、マキピロくんでございます。カニサイゾーということで、合ってるよな、読み方合ってるよな、うん、大丈夫はい、ということでね、メダル集会できるかできないか、結論言います。はい、できる、うん、はい、なかなかね、早かったっす、うん、はい、ということで、まあその前にですね、メダル集会って何ぞやとか、うん、なんでバンってスコア得意で積んでるのとかね、うん、聞かれることが最近ちょっと多々出てきましたので、ちょっとね、まずそこを説明しようかなと思って、まあ知らない人もね、見えると思うので、うん、写真の方をですね、こちらの方に出します。せーの、ドン、はい、クリアタイム2分46秒81ということで、まあこれがですね、今回クリアした今の写真のやつということで、その下にね、獲得ポイントってありますよね、520ってなってます。で、これがベースになります。で、これはスポットのスコアがあるとこちら加算されます。今ね、青くなってると思うんだよね。これはスコアで加算されています。私やった、私がスポットしてたからね、はい、メダルのねということで、まあ本来のベースより高いかな、若干ね、うん、で、ここからがね、ちょっと重要になります。レアリティっていうところありますね、うん、クリアしたパーティーのレアリティの合計の数、うん、例えば、通常だったら星6、4体になると思うので、うん、白く24の24、星24ってなります。うん、うん、このレアリティを下げるために星2の番手を入れてるっていうことですね、うん、で、レアリティを星20まで下げてあげると、要は星5制限とかこの形になります。だって5の4体から4520の20になるので、うん、だから、星5制限ってね、メダル結構多いと思うんですが、うん、レアリティが関係してます、うん、そのために、星2の番手で、このレアリティを下げてるって感じですね、はい、はい、ということで、マルチ4人、これが 1.5 倍、うん、これはね、ソロとか、2人とか3人とかで、ね、また倍率いろいろ決まってて、うん、4人が一番高いので、うん、まあ、メダル周回は4人で周回するのがベストっていうことですね、うん、で、スペシャルっていうのが、まあ、メダルイベント期間中5倍とかね、うん、出てますよね、クエストのところに、うん、あれです、あれで、5倍になってます。で、これを計算したのが、7020で出てます、うん、で、このスポットのスコアがないと、うん、6750になると思います、うん、なので、スコア得えるっていうのをつけてると、うん、これだけ増えるっていうことですね。このベースがそんだけ大きくなるので、うん、スコア得えるを積むといいよっていうことですね、うん、はい、ということでパーティーの方を説明していきたいと思います。はい、はい、パーティーですね、平均タイムはね、2分30秒から、ね、3分で回れる素敵なパーティーがあるんです、うん、それがカオカオカオでん、富岡ヒュー、すげえなあいつ、相変わらずやばいね富岡さん富岡さん、で、これが、バンテ1体に、富岡義勇3体という形で、うん、編成したパーティーになります。こちらが2分半から3分、まあ、先ほどね、うん、メダル の, 説明した画像が出たのは実はこのパーティー編成でございます。はい、はい、それ以外のキャラクター、うん、ちょっとね、秒平均タイムがね、急に下がります。何タイム下がるじゃない、増えるんだね平均秒平均タイムって聞かれた、おい平均タイムがちょっとね、増えちゃいます。4分30秒とかになってくるんですが、うん、これがバンテ、ソロモン、ソロモン、ソロモン、うん、これがだいたい4分から4分30秒、うん、で、あともう1体ね、います、うん、バンテ、孫翔子、うん、孫翔子、うん、孫翔子はい、この編成が4分か4分30秒、うん、そう、孫翔子ってサムライキラー持ってるから、うん、俺もっと早いかなと思ったんだけど、うん、実際やっぱりね、富岡さんね、レーザー太いからね、うん、当たり判定も大きいし、うん、そういう意味でやっぱね、富岡さん、あとやっぱ水属性だし、うん、うん、やっぱ孫翔子だとどうしてもね、2個残る時あるんだよね、うん、ボスは解けるけどみたいな、であいつは撤退しないから、うん、いやらしい、だから結局ね、ちょっとね、やっぱ時間かかることが多いかなって思います、うん、なので、まあ、一番ベストは富岡義勇になるけど、うん、まあね、もう手に入らないキャラクターなので、そうなんだよね、まあ鬼滅の時にガチャ引いてて富岡義勇出るまで引いた人もひょーって言ってるよね聞いたーみたいな、うん、なのでまあね、富岡義勇が一番早いです、うん、で、それ以外ね、まあ富岡さん入れた方がいいけど、うん、まあそんなん持ってないよっていう方も見えるじゃないですか、うん、そ
それ以外ねおすすめキャラクター、まあ、先ほど言ったねあのソロモン孫昌光とか、うん、まあ、この辺もねおすすめなんで、ちょっとね若干タイムは下がるんですけど、うん、まあ、富岡2と1体入れるんだったらそこまでむちゃくちゃは変わらんね。そうだね、大体ね3分ちょっとやっぱ超えちゃうけど、うんうん、まあ、3分半ぐらいで回れるかなっていう感じ、うん、でまあ他のキャラクターというとさっきの言ったねソロモン孫昌光とか、うん、あとアーサー&ソロモンとか、うん、同時切安綱、うん、これ持ってる人はあんま少ないと思うんだけど、うん、あと碇シンジとかラミエルとかこの辺だったらそんなに差は出ないかなって思います、うん、なのでねよかったらまあ持ってるキャラクターで行ってもらえばなって、うん、それ以外のキャラクターどうすんの、どうしようね持ってないっていう人もいると思うので、うん、そういう人はね番手で貼りましょう番手で貼りましょうけど、まずスコアの特約つけとかないとね。そうだね、うん、あのそうまた番手のことに関してはちょっとまた詳しく別動画で説明したいと思います、うん、そうだね、また、ね、楽しみに待っててください、はい、はい、ということでね、じゃあ、音楽についてお話ししたいと思います、はい、はい、音楽ですね、まあ何が一番いいの、アンチテーゼ伊達政宗かな、やっぱこうなっちゃうな、うん、うん、まあ、それはそうだよね、そうだよね、うん、だって頑張ってね作ったんだもんね、まあね、うん、まあ報われないとね、うん、って思うから、うん、まあでも伊達政宗をここで光らしてきたかっていう感じはある、あ、まあ、今回のガチャで、うん、まあ、伊達政宗の土適性が出たね、はい、いるので、うん、伊達政宗を難易度下げたんだよ、ほら伊達政宗で使えるよ、ほらガチャ引かなくていいの、はい、これ X ラックさんうまいことやりますねはい、ということでまあね、あの伊達政宗でいいんじゃないかなって思います、はい、うん、まあ、正直ねアンチテーゼはねやっぱパワー型で減速率高いので、うん、正直一番いいのは伊達政宗かなって思う、うん、艦隊とかで行くんだったらね、うんうん、まあ、正直先ほど言ったバンテを、うん、うまくに変えればいいと思うし、うん、そもそもまあ僕の場合言っちゃうと運極作っても回り続けるので、はい、ひたすらメダル稼ぎのためになので僕にとって運極っていらないんです、メダル稼ぎで運極作るみたいな、はい、勝手に運極になります2体ぐらい、はい、それぐらい周回するんで、はい、まあね、まあ、先ほども言ったんだけど、うん、まあ、メダル周回をね高速周回にすれば、うん、今ね今回から、うん、出現になりました EX ステージということでクーヤ、はい、はい、こちらの方がねやっぱ周回スピード上げて、うん、バンバンバン回ってればやっぱ上がるね出現する率も上がってくるわけだし、うん、だからねぜひともメダル稼ぎながらそうやってクーヤのね、うん、ラックを上げていくっていうのもねいいんじゃないかなと思うので皆さんよかったらね参考にしていただければなって思います、はい、なのでね、メダルを稼ぎながらクーヤのラックを上げる最高でしょね、でまた資金国心で行けばいいんだもんね、そうや、うん、使えばいいよね、うん、はい、ということでね、はい、皆さんいかがだったでしょうか、もし参考になったという方はよければ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします、またクーヤの方もねまた動画の方上げますので、はい、またちょっと後日になりますけど、はい、よろしくお願いします、はい、ということで終わったかと思っただろまだあんだよ続きが、はい、ちゅうのもですね、まあ、撮影終了してミラティブっていう配信サイトで、うん、まあ、ライブをしとったわけですよ、うん、まあ富岡義勇いいよってね、もう先にねこう動画上がる前に言っちゃうってねいつものパターンで言ったらですね、まあその配信に来てくれてるリスナーさんでマキプラさんもっと安定するパーティーありますよっていうのをね教えてもらったんですよ、うん、ちゅうのもちょっとねその前にね富岡義勇でねちょっと安定しなかったんですよ、まあ当たらんとね、そう、まあね視聴者のリンさんっていう方が教えてもらったパーティーなんですけど、うん、ね、そっちの方がね実際安定しました、うん、でそのキャラクターはカコカコフラン二人の願いシンジアとレイ、こいつらねマジ使える、貫通だから、そうだね、やっぱ貫通だからね、うん、でねちょっとね富岡義勇のパーティーの欠点さっき言っちゃおうかなと思うんだけど、うん、まあさっきねちょっと話出た反射なので、うん、配置によっては仲間に当たれなくて下る、そうだね、うん、これがあるんだよね、うん、あとね反射角度を読むプレイヤースキルが必要になる、あ、うん、確かにそれはあるね、要はコースが限定されちゃうから、うん、雑魚が多いからね、うん、でねシンジレイの利点なんだけど、うん、貫通なので仲間に当てやすい、ね、うん、まあ、まあそのままで、ね、うん、だね、ただ欠点もあるのね、富岡に比べると友情火力は劣る、うんうん、やっぱり富岡の方が火力はあるのね、うんうんうん、だからね複数当てないといけない、最低でも2体は当てないとなかなか溶けていかないっていうところもある、うんうん、
あとは、まあ、副友情がね全的録音で、あの、まあ、友情がね貫通しないんだよね。だから配置によっては端っこの方とかでいると、こうメイン友情が、貫通弱点録音かなんかだから、それが刺さればいいんだけど、まあ、刺さんない時に友情が貫通しないから、やっぱね雑魚が残ることが多いんだよね、つまりだ、富岡とシンジャンドレイを混ぜたパーティーが一番効率が良くて安定して、まあ、早い周回ができる、そうだろうね。そうだから混ぜる、まあこれがまあ富岡2位、シンジアンドレイ1位でもいいし、シンジアンドレイ2位の富岡1でも多分そんな差は出ないと思う。まあどちらがね安定するかはね、まあ皆さんやってもらってやりやすい方でね周回していただければなって思います。視聴者さんに今回こういう形で、まあ、動画上げる前にね教えていただいたので、まあ、今回このままね動画上げるとまずかったなということで、あの追加でちょっとね撮らさせていただきました。あのいつもありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。せーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしく。